はい、どうも、ヒデです。どうも、カイネスです。今日なんですけど、はい、朝からスニーカーズの方で、そうなんですよね。ユート・ホリゴメと、ナイキ・スビダンブローのコラボの、はい、発売があったということなんですけど、ね、僕らの結果の方をね、はい、お伝えできたらなと思うんですけど、ね、もうこの笑顔ですよ。もうね、24時間前にインサイリークしちゃってるんですよね。まあ、結果の方ね、はい、後ほどね、お伝えできたらなと思うんですけども、その他、リーク情報があるんですかね。そうなんです。今後発売予定の、ナイキ3ダンクローと、パワーパフガールズのコラボの続報であったりとか、はい、あと僕が気になってる、タイトブースとナイキ3ダンクローのコラボの続報であったりとか、あと、シュプリームとナイキ3ダンクローとナイキ3ダンクハイのコラボの、まあ、話であったりとか出てきているんで、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど。はい。このチャンネルでは、スニーカーやファッションに関するリーク情報や、最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやっておりますので概要欄の方にリンクの方がありますので気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、以前からねお伝えはしてるんですけども、はい、ナイキマスクアタックのホワイトブラックですね、はい、こちらの方が、まあ、6月の7日で、来てるということなんですよね。はい、まあ、海外の方でもこれ US のスニーカーズに9月の7日に来てたと思うんですけど、発売の方が。で、日本のスニーカーズに9月の7日で同じく来てまして、で、このホワイト&ブラックに関しては以前からさせてもらってるんですけど、はい、レブロン・ジェームズが1984年のデッドストックを履いてて、うん、まあ、それの、まあ、ね、布告なんですよね。そうなんですね。はい。で、まあ、このホワイト&ブラックに関しては、まあ、日本でのね、発売であったりとか、まあ、このマッカダックに関しては、小売での発売は今まであったんですけど、うん、スニーカーズに行ったら今回初めてなんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。はい。まあ、数が多いのかどうか分からないですけど、一応抽選券になってましたね。うん。はい。で、これ狙ってるストックなんで、まあ、9月の7日のこれに関しては同じにしようかなと思ってるんですけど。アッカータックといえばね、トラビス・スコットとのコラボで、スウッシュが反転してるモデルが、うん、まあ、今年のホリデーシーズンに出るんじゃないかって言われてるんですけど、はい、全くあれから情報出ないんですよね。気になってるんですけどもね。そうなんですよ、ね。最後にやったのって、持ってらっしゃる方の投稿をやったんですけど、ボディとね、アウトソールをちゃんとくっつけてないようなジャンクっぽいね、リーク画像しか出てきなかったんですよ。まあ、制作途中のね、ちょっと出てなかったんですよね。はい。それ以降何も出てきてないんで、まあ、その辺何か出次第ですね、こちらご紹介したいなと思ってるんですけど。そうですね。まあ、はい、一番避けたい欲しいのは、はい、トラビス・スコットのサイトだけで発売して、スニーカーに来ないというパターンやめてほしいですけどね。そうなんですよね。かなりハード高になりますよね、そうやってね。ね、はい、はい、で続いてなんですけども、ナイキダンクローのログピンストライプですか。はい、はい、こちらの方が、ホリデーシーズンに発売ということで。そうなんですよね。ブラウンのカラーとホワイトのカラーで構成されてる、うん、このナイキダンクローなんですけど、ほぼほぼ革靴に見えるんですよね。そうですね。そうなんです。まあ、ブロックっていうのは穴開きって意味なんですけど、まあ、革靴で見られるような、まあ、デザインを落とし込まれてまして、中段のあたり見てもらうと、まあ、タステルのデザインがついてたりとか、で通称の名前でピンストライプってついてるんで、うん、トゥーボックスはサイドパネルの分、これおそらくコットン素材になってると思うんですけど、はい、ブラウンのカラーで細いね、ホワイトのピンストライプのデザインになってるんですよね。ああ、で、シューターの部分が、ブラウンにゴールドのカラーでナイキになってるんです。うん、はい、まあ、こういったちょっと面白い一足が今後リリースされてくるできてたんですけど、あと、まあ、そのシューターの、ブラウンにゴールドに書いてる、そのカラーに合わせてじゃないんですけど、うん、シューレースの部分にギブレで、ゴールドのカラーのスウッシュのアクセサリーがついてるんですよね。うん、そうなんですよね。はい、僕これ見た瞬間に、ちょっとだけね、なんかピースマイナスマンのコラボをね、はい、と思いましたね、それ。はい。はい、そうなんですよね。はい、よくやるパターンじゃないですか、うん、だと思うんですけど、まあ、それをナイキダンクローでやってきてるんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、ザ・パワーパフガールズと、はい、ナイキ SB ダンクローのコラボで、ブロッサムですね、はい、こちら12月の14日発売予定なんですけど、あ、そうなんですよ、ね、はい、もう本当に分かりやすい、うん、全体が分かる写真ができてるんですよね。はい、以前やった時はかかとの部分に、まあ、そのパワーパフガールズのブロッサムの身のね、デザインが入っているのとお伝えさせてもらってたんですけど、本当全体が分かる写真が出てきまして、はい、まあ、全体的にピンクのカラーと一部、ね、オレンジのカラーが使われてて、ちょっとね、正面から撮ってる写真見てもらうと、シューターの部分の短冊が、うん、ナイキ SB って書いてる下にブロッサムっていうふうに書いてるんですよ。はい、はあ、で、シューターちょっと全体見てもらうと、これ、まあ、ナイロンの素材なんですけど、よく見ると、パワーパフガールズっていうテキストがですね、繰り返しめっちゃ使われてるんですよ。うんうんうん、そうなんですよ。はい。で、その、シューターの部分の、シューレースとクロスさせて通す部分に関しては、ハートのマークも出ないなって言うんですよね、これ。うん、結構手込んでますよね。そうですね。そうなんですよ。でね、これね、シューターの側見てもらうと、
ナイキ SB って書いて、パワーパフガールズって書いてるんですよ、うんうんうん。はい。で、インソール見てもらうと、インソールがこれ左右デザイン変わってまして、右の方のデザインに関しては、これ、マッドモジョジョジョのデザインが入ってるんですよ、ね、うん。一瞬そのイラストがちらっと映せると思うんですけど。はい。はい。で、まあ、かかとの部分に関しては以前はさせてもらってたんですけど、まあ、このパワーパフガールズのブロスタムの目のデザインになってるんですよね。うん、はい、でアウトソールに関してはピンク色のカラーでこれクリアソールになっているんですけど、はいはい、まあ、こういった面白いね写真が出てきてるんですよ、うん、はい、でこれ以外にバターカップであったりとかバブルスのねモデルが発売されたのをさせてもらってたんですけど、はい、その2つに関しては全然情報はね、まあ、チラ見せの写真以外出てきてないんですよ、ね、なるほど、はい、でほぼねデザイン一緒だっていうふうに書いてたんで、まあ、ブルーのカラーのモデルちょっといいかなというふうに思ってるんですけど、これ発売どうなるんでしょうね。スニーカーで一斉発売にやっぱりなりますよね、3足、ね、これね書いてたんですけど3パターンの売り方になるらしくて、どういった売り方になるかというと3つのうち1つがスニーカーズの方で売られて、はい、そのうちのもう1つは、パワーパフガールズが用意したウェブサイトで売られて、うん、でもう1足に関してはスケートボードショップで発売されるんじゃないかっていう3つの発売の仕方になるんじゃないかっていう書いてあるんですよ。カラーによって販売方法が異なる可能性があるだと思うんですけど、はい、中にどれかのカラーめちゃくちゃ数が少ないかもしれないですよね。あ、そうなんですね。気がするんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、あのシュプリームとナイキ SB ダンクのコラボでラメルージーですね、はい、これいよいよもう発売ですよね。そうなんですよね、はい、8月の31日に、US のシュプリームの方で発売されるんですけど、うん、9月の2日はこれアジアのシュプリームといいます、まあ、日本の方での発売がね、うん、来るんですよね、うん、あ、で今のところね、シュプリームの、まあ、店頭とオンラインでの発売になると思うんですけど、うん、この2つ、まあ、ローのタイプとハイのタイプが来てまして、はい、まあ、通称の名前ラメルジーって入ってるんで、ラメルジーのアートワークが、まあ、このキャンバス素材の方に使われてるんですよ、はい、キャンバス素材じゃない部分に関してはこれ性能素材になってるんですけど、うん、僕ねこれハイのタイプのホワイトとクリームのカラーこれいいなと思ってるんですけどね。僕にはこのブラックのローがね、あー、まあ、使いやすさで言ったらね、履きやすさで言うと、まあ、ローの方がいいと思うんですけど、うん、はい、目で渡してもらってるんですけど、デュブレでゴールドのカラーのシュプリームというのがついてるんですよね、はあはあ、でこれがですね、まあ、8月の31日で日本が9月の2日発売予定なんですけど、うん、まあ、ちょっと同じようにしようかなと思ってるんですけど、まあ、多分買えないだろうなと思ってますけど、ね、可能性はいくつですよね、はい、もう11時20秒ぐらいの時点でもうソールドアウトになってるのかなっていうふうな思ったりするんですけど、うん、そうですね、多分そんな感じですよね、はい、そうなんですよね。でこれ以前もさせてもらってたんですけど、今後もしかしたらスニーカーズが発売の可能性があるってリークアカウントサイトが2カ所ぐらい言ってたんで、なりましたね。それちょっと期待したいなと思ってるんですけど、まあ、それね、まあ、スニーカーズの方に来たからって言って、うん、買えるかどうかって話は別なんですけど、うん、そうなんです。シュプリームで買うよりかはね、オンラインで買うよりかは可能性あるかなと思ったりするんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、タイトブースナイキ SB ダンクローのコラボですね、はい、こちらも、ホリデーシーズンに発売予定ということなんですけども、ね、はい、まあ、日本のブランドのタイトブースと、ナイキ SB ダンクローのコラボで、まあ、ホワイト&ブラックのカラーで、まあ、集団の部分にねこう大きく縦にタイトブースって書いてデザインになっているんですけど、うん、でシューレースの方もホワイトであったりとかブラックであったりとかオレンジの替えのシューレースがついてるのをさせてもらってたんですけど、うん、これ以前にお話させてもらった時は10月の5日にリリースされるんじゃないかっていうのをさせてもらってたんですけど、はい、新たに出てきている日程見てみると、ちょっとこれ曖昧なんですけど、10月の11日もしくは12日ってなってるんですよね。あれですかね、先にその、タイトブースの方のサイトとかで発売してから、スニーカーズみたいな感じで2段階かもしれない。かもしれないですね。はい。2通りのちょっとね、日程が書いてたんで、うん、ちょっと僕が出してもらったんですけど。はい、まあ、僕これ狙ってる一足なんで、ロードショップの方で発売があった後にスニーカーズの方で発売があったら、まあ、2回チャンスあるんで、ね、そうなんですね、はい、まあ今回これアパレルもあるんでしたっけ。まだ出てきてないんですけど、うん、可能性絶対ありますよね。そうですよね、だと思うんですけどね、うん、今回のホリフォーメントナイキ SB ダンクのコラボに関しても、うん、バーカであったりは T シャツであったりは出てきてたので、はいはい、このタイトブースとのコラボに関してもおそらく出てきそうですよね。そうですよね、はい、はい、で、あの、先ほどのシュプリームとね、はい、あの、ナイキのコラボの話したばっかりなんですけども、はい、新たなコラボの話が出てきてるんですよ ね。ナイキアーズコートポジットっていうモデルなんですね。そうなんですよね。これがね、秋冬のシーズンに発売されるんじゃないかということで、うん、実物の投稿というか持ってらっしゃる方の投稿があったんですよ、ね。はいはい、はい。ちなみにね、このコートポジットっていうのは、ホームポジットってありますよね。はい、ホームポジットっていうのはバッシュなんですけど、このね、コートポジットっていうのは、
2000年代の頭に、まあ、リリースされたモデルで、うん、これテニス用の靴なんですよ。そうなんです。このコードボジットを使ってシュプリームがコラボでいくつか発売するっていう話があるんですけど、で出てきてるのがねこのゴールドの柄なんですよね、うんうん、はい、まあ、シューレースのあたりにちょっとシュプリームって書いてるデザインが見えると思うんですけど、はあ、これ以外にも別のカラーでいくつか発売されるということで出てきました。まあ、シルバーありそうな気もしますけど、ああそうなんです。ブラックとか多分あると思うんですけど、うん、先行でこのゴールドのね、実物の投稿があったんでご紹介させてもらったんですけど、なんか今年、まあ、去年も出たかもしれないですけど、はい、あのマックアタックもそうですけど、なんかテニスシューズがね、最近なんかフューチャーされてますよね。はい、ちなみに今回これ手に持っていらっしゃる方はテニスプレイヤーですからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で続いてなんですけども、ナイキエアフライトハラチのバロックブラウンですね。はい、はい、こちらの方も秋発売予定と。そうなんですね、はい、海外のミーカーアカウントサイト一部に関しては10月って言ってたんですけど、うん、フライトハラチの王子は買えなかったんですけど、まあ、秋らしいストックと言いますか、うん、まあ、こういったものが発売されたことでナイキの方が放射線ができるんですけど、うん、カラーの方がブラウンのカラーとベージュのカラーで放射されてまして、これ海外のスニーカー系サイトで一部は、リバースモカっていうふうに言ってましたね。あ、なるほど。まあ、それを報復させるじゃないですけど、うん、まあ、使われてる素材っていうのはレーザーとメッシュと、まあ、一部コットンのような素材が使われてて、うん、インソールの部分を見てもらうと、まあ、バスケットボールのデザインが入ってるんですよ、ね、はい、まあ、本当にまあちょっと秋らしいカラーといいますか、エアフライトハラチの OG に関してはあのスニーカーで発売時に買わなかったんですけど、うん、はい、まあ、カラー違いでいろんなモデルが今後発売されるというので紹介されてました、ね、はい、で続いてなんですけども、エアジョーダン5のオリーブですね、はい、こちらの方が、来年の話になるんですけど、そうなんですね、3月の9日発売予定ということで、はい、なんか雰囲気ある一足ですね、はい、それからもう雰囲気のある写真といいますか、うん、まあ、おしゃれに台本撮ってらっしゃるんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、2006年に発売されたエアジョーダン5のオリーブの、まあ、復刻ということで、これ来年発売なんですよ、はい、はい、まあ、着画であったりとか透明のケースから出してる写真があるんで見てもらいたいんですけど、うん、オリーブのカラーと、まあ、これ終端の、ね、裏あたりとか見てもらうとソーラーオレンジっていうカラーが一部使われてまして、うん、まあ、いろんな角度が撮ってる写真があるんでちょっと見てもらえる、これかっこいいですね、これね、かっこいいですね、はい、うん、2006年に発売されたエアジョーダン5のバーガンディが、まあ、この間復刻したところなんですけど、うん、ちなみに日本のスニーカーズでのバーガンディの値段っていうのが3万3000円だったんですよね。結構なお値段ですよね、はい、うん、おそらくなんですけど、このエアジョーダン5のオリーブも、まあ、来年発売なんですけど3万3000円ぐらいするのかなっていう感じですかね。そうですね、そうなんですよ、ね、2006年に発売されたモデルの復刻がね今年結構多いんですよね、まあ、来年もそうなんですけど、うん、例えばこの間発売されたエアジョーダン4のサンダーもあれ2006年のモデルだったんで、はいはい、さっきも言ったんですけど、エアジョーダン5のバーガンディも、まあ、2006年なんですけど、うん、まあ、そんな2006年に出たこのエアジョーダン5のオリーブが、まあ、来年復刻するということで紹介されてました、はいはい、で続いてなんですけども、エアジョーダン1 IOG のクラフトでセラゾンですね、はい、こちらの方が12月の23日発売予定で、また持ってらっしゃる方も動画でいけるんですけど、ちなみにこれ先ほど紹介されてもらったエアジョーダン5のオリーブを投稿されてた方と一緒の方なんですけど、ね、ああそうなんだ、ね、はい、まあ、着画であったりとか出てきてまして、これね最初に紹介した時に海外のコンプレックススニーカーの方がこれ5000足限定じゃないかって言ってたんですけど、うん、はいはい、その後その情報は一切出てきてないんで、はい、多分その情報は間違いじゃないかなと思ってるんですけど、はい、ホワイトのカラーとオリーブのカラーと一部オレンジのカラーが使われているこのエアジョーダン1 IOG のクラフトシリーズのセラゴンなんですけど、これシューターの部分よく見たら切りっぱなしなんですよね、これね。ああ、そうですね。ウレタン剥き出しと言いますか、はい、まあ、使われている素材がスウェードとタンブルが使われてまして、まあ、メッシュも使われてるんですけど、はい、このタンブルレザーが使われている数種の部分が、まあ、ちょっと深みのあるオレンジのようなカラーが使われてて、まあ、カラーブロッキング的にも本当秋冬っぽいなっていう感じですよね。そうですね、はい、でこのクラフトシリーズのエアジョーダン IOG のセラドンに関しては今のところ12月の23日発売予定ということでやらせてもらっているんですけど、うん、おそらく12月に発売される最後のエアジョーダン1 IOG はこれじゃないですかね。そうですね、だと思うんですけども、はい、続いてなんですけども、アウェイクニューヨークと、はい、ジョーダンエアーシップのコラボですね。あ、そうですね。ちょっとこれ、これだけになるんですけど、うん、まあ、以前からこのね、紹介されてもらってる、この写真以外に、何か別の写真が出てくるわけじゃないんですけど、うん、これがね、来年の2月に発売じゃないかっていうふうに今日出てきました。来年の話なんですね。そうなんですよ。はい。ニューヨークのアウェイニューヨークと、このジョーダンエアーシップのコラボなんですけど、まあ、面白いのが、この履き口の部分見てもらうと、左右非対称になってて、使われてるレザーが、ヘビ柄というレザーが使われてて、うん、深みのあるレッドと深みのあるブルーのカラーに分かれてるんですよね、これ。ああ、ね。ジャンプマンロゴのアクセサリーが付いてるんですけど、うん、これかっこいいですね。
そうですね。まあサイドの部分よく見てもらうと、アウェイニューヨークの A っていう文字が入ってるんですけど。入ってますね。はい。まあ、これが来年の2月じゃないかということで、まあ小ネタ的な感じで紹介されてもらったんですけど。はい、はい、で続いてなんですけども、 J バルビンとエアジョーダン3のコラボですね、はい、こちらが9月の2日の予定だったんですけども、実際にはちょっとそうじゃないんじゃないかというところなんですよね。これね、2つに分かれてまして、うん、海外のスニーカー系サイトは今日見ても9月の2日って言ってたんですよ。あ、そうなんですか、はい、もしかしたら9月の2日に、J バルビンが用意しているウェブサイトの方でもしかしたらゲリラドロップがあるのかなってちょっと思ってるんですけど、はいはいはい、これに関しては、フルファミリーサイズで発売されるんで、メンズのサイズ以外にも小さいサイズの、ね、リリースがあるんですよ、はいはい。まあ、ちなみにこの名人サンセットっていう通称名前についてるのは、うん、J バルビンがコロンビア出身で、これコロンビアの、まあ、ユーヒロードを表してるんですよね、うん。まあ、そのデザインがかかとの部分に、まあ、入ってると言いますか、はい、オレンジ色のカラーが、まあ、グラデーションになってるような、まあ、デザインになってるんですけど、うん、でね、新たな情報が出てきてまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、9月の23日に発売っていう風な情報が今日出てきてたんですよ、ね。ああ、なるほど。はい。で、今日の感じで言うと、まだ9月の2日の発売だったら、うん、9月の2日の発売だったら、もう少し情報出てきてもいいかなと思うんですけど、ね、全くね、これに一緒に発売されるアパレルの情報とかないんですよね。うん、そうなんで、9月の23日じゃないかっていう情報が今日出てきてたんで、はい、そっちの方なのかなって思ったって話なんですけど。そうですね。ああ、で、このリーガーガンドサイトが言うには、スニーカーズの発売とかも9月の23日に書いてたんで、うん、これに関してはもうちょっとだけ情報待ちたいなと思ってるんですけど。はい。はい、で、最後、小ネタですか？あ、そうなんですよ、ね。2つとは日本のブランドなんですけど、うん、ニードルスとアシックスがコラボするみたいで、うん、こういったチラ見せの写真ができるんですよ。へ、え、ぇ、ー、ニードルスの、まあ、服に見られるような、あの蝶のね、刺繍が入ってるんですけど、はいはいはい、これ何のスニーカーなのかまでは書いてなかったんですよ、ね。あ、そうなんですね。はい、気になります、ね。これ以外にもね、確かもう一色ブラックのカラーだったと思うんですけど、うん、はい。まあ、もうできれば分かるような写真が出てくると思うんで、うん、アシックスの何が使われてるのかとか分かると思うんで、その時またやりたいなと思ってるんですけど。はい、続いてなんですけども、はい、ね、今日ね、朝からスニーカーズの方で、ユーと堀米とナイキスミダンクローのコラボの発売があったということなんですけども、はい、実は、不参加と、はい。そうなんですよね。はい。はい、なんで不参加なんかと言いますと、はい、そうなんですよね、うん。昨日なんですけど、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、12時過ぎぐらいにお昼のスニーカーズの方が通知が来てまして、はい、限定アクセスのね、お知らせみたいになってたんですよね。限定アクセス僕長らく来てないですからね。羨ましい限りなんですけど、僕はだって最後に来たのエアジョーダン3のファイヤーレッドの時だけなんで、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、で今回ユーとホリドミのナイキスミダングローのコラボの限定アクセスが来てたんですけど、うんうん、あの受信欄の方にまずそういった限定アクセスっていう風なあの出るじゃないですか、うん、まず出てなかったんですよね。あ、そうなんですか、はい、でほんまかなと思って見たら、発売になってる、うん、ナイキ SB ダングローとユーとホリゴミのコラボなんですけど、うん、ちゃんと金額表示になってたんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、うん、はい、なんですぐ押して、うん、で決済しようとすると、うん、何回もね支払いがエラーになるんですよ。ああ、もうアクセス集中して、それが重たかったんですかね。ですかね。で、何回やっても無理で、うん、これ買えへんのじゃんって。あ、買えないパターンね。なったんですよ、うん。そうなんですよね。でね、12時20分ぐらいなんですけど、うん、12時20分にもう一回だけやってみようと思ってやったら、こんな形で5件です、ね。おめでとうございます。ありがとうございます。ちゃんと12時20分でなってると思うんですけど。ドラムロールするタイミングはなかった、ね。難しいですね。そうなんですよね。来てて、で、本当に書いてるのかなと思って、パッて見てみると、うん、まあ、限定アクセスで、もう、引き換え済みってると思うんですけど、うん、で、書いてたんですよね。いや、すごいっすね。そうなんです。びっくりしました。というのも、うん、まず限定アクセス自体が、まず僕ら来ないんですよね、ほとんど。ナイキ SB で限定アクセスって来たことないんですよ。うん、で、スニーカーズで、ナイキ SB ダンクローとどこかのコラボって、僕ら YouTube も4年ですかね、うん、やってるんですけど、一、うん、回も書いたことないんですよ。そうなんですよ、ね。そうなんですよ。なんで、限定アクセスが普段来ないのに来て、しかもずっと書いてない、ナイキ SB ダングローとにもコラボになるんですけど、こってできたって話なんですよね。いや、素晴らしいですね。もう今回方もないんちゃうかなと思うぐらいね、うん、っていう感じだったんですよ。嬉しかったですね。いや、今週、すごないですか。あ、そうなんですよ。うん、スニーカーズでめっちゃ書いてる、はい。そうなんですよね。はい。8月の26日にスニーカーズで発売された、うん、レアジョーダン1汎用辞書ユニオンと、うん、
まあ、BBS のコラボなんですけど、まあ、ヒアリスはね、ユニオンの方でね、買い出たんですけど、そうなんですよね。僕は補欠当選のままで、急がね、通知来なかったですね。そう、ね。あ、そうなんですよ。はい。で、まあ、スニーカーズの方で抽選でコッティングできたんで、うん、そうなんです。ユニオン以来の、まあ、限定アクセルという形でね、今回言うと、オリコン内形スリーダンク、ゲットできたんですけど、これまあ嬉しい悲鳴というか、はい、まあ、この1週間のうちに2足もね変えてるから、他の方がね結構上がっちゃったんですよね。はい、もともとユニオンとユート堀込の内径スリーダングルに関しては欲しいなと思ってたんですけど、うん、でそれ以外にもね、以前はさせてもらってるんですけど、ターミネーターのジョージダウンが、うん、まあ、発売されたんですけど、今回見送ってたんですよ。ああ、そうなんですか。はい、もし買ってたら、しかも買えてると思うんですよ。というのもスニーカーズの方でターミネーターのジョージダウン余ってるんで、余ってますね。はい、絶対買えてたと思うんで、あ、まあリストックという形でね、全サイズが復活してたんですけど、うん、もしそれも買ってたら、まあ、結構な金額になってたんですけど、まあそれ買わなかったんで、うん、そうなんで、買わなかったお昼にいきなりその限定アクセスが来たんで、すごいですね。っていう感じなんですよね。そうなんですよ。はい、いや、なんか今回ね、あの限定アクセスで買えた方はね、他にもいらっしゃる。ああ、そうですね。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、あの限定アクセスじゃなくても、はい、今日のスニーカーズの、ね、ああ、そうですね。そうでも、あの、買えてた可能性あるから、はい、もしね、買えてる方いらっしゃいましたら、おめでとうございます。おめでとうございます。明日届くんですよね。ああ、そうなんですか。本日発送されましたっていうメールと、うん、佐川さんの荷物の番号で、ね、いただいてるんで、うん、探してくると思うんですけど。またこちらで紹介したんですね。そうなんですよね。はい。まあ今後もね、ナイキスピーダングロー、まあこれ前半の方でもやさせてもらってたんですけど、うん、タイトブースとナイキスピーダングローのコラボが10月ぐらいにやるんじゃないかってはさせてもらってたんですけど、うん、あれも狙ってるんで、ああ、なるほど。この勢いで書いたらいいなと思ってるんですけどね。そうですね。はい。ちなみに今回これ限定アクセスだったじゃないですか。はい。なんかアクセス集中してて今さっきエラーで出たって言ってたでしょ。はい。決済の時に。それが原因で買えなかった人とかいるんですかね。いらっしゃるんですかね。もしいらっしゃいましたらね、ちょっとコメント欄の方に、はい、あ、そうなんですね、書いていただけたなと思うんですけどもね。はい。はい、僕が書いたのは大体12時20分ぐらいでしたね。ああ、じゃあ後から気づいて買おうと思ったらもう売り切れになってた可能性も。あ、可能性もありますよ。ありますよね。はい。僕がね、12時20分に書いた時は、ちゃんと前サイズもありましたし、うん、他の全部のサイズもね、ちゃんとありました、ね。僕とかね、サイズ少なめなんでね。ああ、そうなんですよ、ね、29とかになる、ね、来てても買えない可能性高かったりしますからね。はい、前半のね方でも言ってたんですけど、うん、9月の2日に J バルウィンとエアジョーダン3のコラボメデジン3セットが来るんじゃないかっていう話があるんですけど、うん、今のところね9月の2日ではなくて、うん、9月の下旬頃に来るんじゃないかっていう話があるんで、うん、はい、でもし9月の2日だったらもう少し今日ね情報出てきてると思う。うん、まあ、9月の23日っていう話もあるんで、うん、まあ、9月の23日だったらだいぶ先なんで、うん、まあ、逆に良かったかなと思ったりするんです、まあ、お金的な言うとこ、そうなんですよね。はい、まあ、で動画の前半で言ってたんですけど、うん、9月の7日にスニーカーズの方に、マックアタックのホワイト&ブラックが来てるんですよ、うんうん、はい、これっていうのはレブロン・ジェームズが、まあ、履いてた1984年の OG の復刻なんですよ、うん、でこれ日本のスニーカーズに来てるんで、はい、今のとこ、日本のスニーカーズで初じゃないですか、このナイキアタックに関しては発売。そうですね。はい。今まで発売されたモデルっていうのは、アトモスさんであったりとか、ユニオンさんだけで発売されて、スニーカーズの発売機はなかったので、うん、で、これが9月7日に来てるんで、これ狙ってるんで、まあ、次は9月と7日ですかね。うん、まあ、そうですね。そうなんですよね。はい。まあ、これはちょっと書いたら、まあ、当分ちょっとやめようかなと思ってるんですけどね。そうですね。買いすぎになっちゃいます、ね。はい。ただね、9月の9日か9月の16日ぐらいに、うん、エアジョーダン4のレッドセメントの発売も来そうなんで。あ、そうですよね。そうなんですよ、ね、うん。欲しいんですけど、もしかしたらちょっともう見送ってるかもしれないですね。お金、金銭的な。ああ、そうなんですよ。マックアタックのホワイト&ブラックの方、個人的には欲しいなってなってるんで。まあ、使いやすそうですもんね。はい、ああ、そうなんですよね。はい。あ、まあ、あの、今後もね、はい、オンラインチャレンジの方やっていきますので、結果の気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイムスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's can't listen, but finish what I